これ靴はもう新革しくなったし、新革しくなった。で色一点投入。色一点投入。あと顔周り。顔周り。顔周り。アクセサリーとか。アクセサリーは最近あの桜井さんめっちゃちっちゃいカバンを買ってくれてるんですか。これこれこれ。それはもうアクセサリーなんですよね。これは私の中でアクセサリーで、そうそうそう。なんか以前前は結構こうシルバーのこうちょっとこれぐらい短めのネックレスとか、うん、ちょっとこうちょっと長めのやつしとったんですけど、うん、もう自分の中ではちょっともうそれが飽きてしまってなんかないかと、うんうん、で私なんかやっぱこうシンプルなトップスになんかアクセントするのが好きやから、うん、なんか欲しいっていうので、そうもういつからちっちゃいカバンをぶら下げとんやろ私、うん、なんかいろんな種類見た気がしますもんめっちゃ種類持ってません。そうそうそう、でもここももうそれこそ色を足していきたいですよ、いつも黒やから思ったんですけど、そうもうなんかそれこそ冬はそうでもないけど、こう春夏ってこうコートとか着んし割と1枚2枚で着ていく時期になるから、こういうのがあると映える。確かに可愛くて、あるんとないと全然違う。そう全然違う。しかもここがボールチェーンやからこうネックレスっぽくも見えるし、めっちゃ好きですこれ。可愛い。ちょっと、桜井さん家帰ったら自分のそのちっちゃいカバンコレクションちょっと写真撮って送ってください。めっちゃある。めっちゃある。そうそうそう。それが好きです。え、柄的にはもうボーダーって感じですか今の。柄的にはボーダー。で、ボーダーがちょっとカラフルになっとるのと、うんうん、ストライプかな今年も。ストライプもカラフルになってるし、うんうん、そうですね。チェック。ボーダーとストライプかな、うん、なんか気になります。ボーダーほんと一気に市民権得ましたね。市民権ブームすごいですよね。この全然気に入ってた時期すごい切れなかった時期があったのに、そう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 、なんか一気に、そうそうそう、すごいもん。ボーダーにお金をかける人が多い気がする。いいボーダーを着る、そうそうそう、ボーダーってピンキリ安いのも見つけれるし、うんうん、いいのもあって、うん、でもいいボーダーを着たい人が増えてる気しません？いいことですね。うちの方がいいことです。そう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 。って思う。うん、私、ね、そう、私これ欲しいかもしれん。あ、いや、これやったのかな。ちょっとまさにこれ、私これ欲しくて、なんか、そのコートですか？これ、そう、どこなの？カーキナイロンコート。チノ。チノ。私こんなのが欲しかったんですよ、リアルに。今春用のアウターに。そう、なんかカッパみたいな生地の、うんうんうん、なんかこういう、ブワーンってして。これだったのかな、私にとっては。これはめっちゃ欲しい。シャカシャカみたいな生地が欲しいです、うんうんうん、アウター。こういうロングの。それはもうマウンテンパーカーみたいな、あんなんじゃなくコートの形したシャカシャカってこと。そうそう、ロングの、うん、そうそうそう。私これ、欲しいやつかもしれない。これ好き。なんかやっぱスポーティーなのもすごい気になってて、なんかスポーティーなのにちょっとなんか女性らしいものを合わせるみたいなのがすごい好き。あのラック、なんかカッパみたいな、かぶりのカッパみたいなのにタイトスカートとか。はぁ、なるほど。あ、いい。でもスニーカーとか。いい。かわいい。想像つきました。想像つきました。うん。そうそう。めっちゃかわいい。なんか、それもタイトスカート作ろうとしてますよ。そうそうそう。ですよね、この前サンプルを見ましたよね。そうね、タイトスカートもやっぱこう、短いと、ちょっとこう、中途半端になるから、うんうんうん、まあ、思いっきし巻きしで行きたくて、それにもうスニーカーごっつえ乗せてもいいし、ちょっとこう、B さんとかで抜いてもいいし、かわいいですよね。で、上をスポーティーにするみたいな。楽しい。そう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 。ちょっと、タイトさがありやけど、でもこういうことですよね、スポーツ。ちょっと冬っぽいかな。わー、かっこいい。ここもちょっとタイトでも可愛いかも。まあ、ちょっとブーツやけど、うんうん。なんかいいですよね。かっこいい。スポーツすぎない。うん、好き。そう、なんかあのラック気になります。なんか、男の人は流行ってたけど、うん、女の人。これなんか白とかも絶対可愛い気がする。あ、かわいい。ね、ですよね。すごい想像ついてきました。そう。カバンとかでなんかこう色どっかに。あ、そう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 。そう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 。ありましたよ。かわいい。で、キャップとかってどんな感じですか？キャップもね、かぶり、なんか絶対可愛いと思います。キャップ。今年の頭のイメージどんな感じですか？春夏の。あ、でもキャップ、
で、最終、多分、また、この麦わらは来ると思うんですけど、キャップ率は多分多いと思います。いつも一番、うんうん。ワンピースキャップ。スウェット、うん、スウェット、スラックスに入ってキャップとか、うん。もうストライプのシャツにキャップもめっちゃ可愛い。うん、もうなんかアクセント。みたいな、うん。で、なんか、ボディも全部キャップ持たせてて、カバンと。そこの無料。そうそう。なるほど。それぐらい、キャップもすごい気になるし。うんうんうん、そっか。私、ちょっと、全然違うけど、イヤカフが気になる、これも。これ可愛くないですか、これ何、これどうなるんですか、イヤカフつけたことあります？いや、ずっとイヤカフで、これ。なんで外れないのかがわかんないんですよ。意外にこれ大丈夫。フィット感、これは、大丈夫。大丈夫なやつと大丈夫じゃないやつがあって、これ意外に大丈夫で。それ、ピアスっぽいのにね、それ。そう。そんなに連なったイヤカフが。なんか、片っぽゴーンってつけるのが好きで。なんか気になる、これ。こういうイヤカフ気になります。すごい進化してる。これピアスかな？これイヤカフ。これリングですね。これイヤカフですね。うん、でこの前もなんかリブレのリングを間違ってイヤカフやと思って耳につけて撮ってて、だからリングって、あ、でも、うん、2way がありますよね。そうですよね。あるある。基本何でも 2way でいけるんちゃうの？確かに。